暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。皆様こんにちは。心の灯火の放送を通していただいている皆様とのご縁をとってもありがたく、そして嬉しく思いながらも、これお話をしている事柄が皆様のお心に響き、少しでもお手伝いができているのか心配な気持ちでもあります。ですが、人の心を開くのは私たち一人一人を心にかけ導いてくださっている大いなる存在、神様ですから、その方に委ね、お任せする気持ちを捧げながら、皆様と分かち合いたい、皆様へ届けたいという思いでお話をさせていただいています。私の自分を深く知るためにこのシリーズも終盤に差し掛かってまいりました。その中で今回から少し私という人間を知っていただきたい、そう願いながら、自分のプロフィールと言いましょうか、命におけるプロフィール、運ばれてきている歩みについて分かち合いたく思います。キリスト教とは直接接点のなかった自分の人生が、キリスト信者へと招かれ、修道生活へと呼ばれたのは偶然の出来事からでした。今ではなるべくしてなった必然の出来事だったと、このありがたい贈り物を味わい続けています。それは私の心に訪れた自己との出会いが神との出会いとなった歩みでした。今から34年前、20代後半の頃、聖フランシスコ・ザビエルや聖イグナチオと同じスペインのバスク地方出身の、イエスの聖カンディダ・マリアの創立したイエズス公助会と出会い入会し、こうして今もその道を刻み続けています。買い物帰りにふらっと見学のつもりで入った地元鎌倉のカトリック雪の下教会での聖堂で、神父様に声をかけられお話をしたことが、この道への始まりでした。当時雪の下教会の神父様はカナダ人で、お話を伺っていると遠いカナダのケベックという場所から日本にいらしていること、そのカナダにいらっしゃるご家族と会う里帰りはあまりなさらないとのこと、そして年齢を伺えば私の母と同じ年、ああさぞ大変なことでしょうと思いながら、私としては神父様のお話を聞いて差し上げるようなスタンスで伺っていました。そして15分ほどお話をしてから、そろそろ失礼しようと思ったその時です。神父様が突然、来週から自分のキリスト教入門講座があります、あなたいらっしゃいませんかとおっしゃったのです。私がこの教会へふらっと入ってきたのは、ただメインストリートに面している入りやすい教会だったから、どんなところだろう、見てみよう、そう思ったからでした。ですから私としてはノーサンキューの意味で、ありがとうございますとお断りをしたつもりだったんです。ところが私のありがとうございますは、文字通り OK という同意に受け取られ、神父様はとても喜ばれました。そして片言の日本語で、一緒に学べる嬉しいです、聖書ここにあります、どうぞ安心していらしてくださいと、まんべんな笑みが返ってきました。私は内心どうしよう
こんなに神父様を喜ばせてしまって困ったなという思いでした。ですが宗教画やステンドグラス、それに宗教音楽には興味があり、とても好きでしたから、結局翌週の日曜日からミサという礼拝に出て、その後神父様のキリスト教入門講座へ参加するようになってきました。振り返ると私の中には両親の生き方を通して培われていた宗教心や価値観が知らずのうちに蓄積されていたのだと思います。それが物言わぬ教育のようになって私の心の畑にまかれており、その尊い種がカトリックとの出会いによって芽吹いたように感じます。何事の終わしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼるる。西行法師のこの歌のごとく、日常生活の中で気づく森羅万象の大いなる存在、見えないものへの異形感や宗教心の種だったと思います。そして他界して数十年経つ両親からのこの精神的遺産を今でも味わい直しては天国にいる両親に感謝の祈りを捧げています。半ばきりから始まった教会通いでしたが、カトリックの内容や聖書に触れ学んでいくことは私自身の中でごく自然な流れのようなものでもありました。むしろそこには水を得た魚のように心がワクワクと踊るような自分がいたり、喉の渇きを潤し魂へとごくごく入っていく命への水を味わうように、私の内なる宗教心が目覚めていったのだと思います。そんなある時、何気なくペラペラッと聖書を送っていた時のことです。ある御言葉に目が留まりました。その瞬間、私は雷に打たれたような深い感動と納得を覚えました。それは旧約聖書の詩編139の御言葉でした。神よ、あなたは私を心にかけ、私のすべてを知っておられる。私が座るのも立つのも知り、遠くから私の思いを見通される。歩む時も休む時も見守り、私の行いをすべて知っておられる。唇に言葉が昇る前に、神よ、あなたはすべてを知っておられる。後ろからも前からも、あなたの手は私を守る。私を包むあなたの英知は神秘に満ち、あまりに深く及びもつかない。あなたは私の体を作り、母の体内で私を形作られた。私を作られたあなたの技は不思議。私は心からその偉大な技を称える。私が密かに作られ、母の体内に生き始めた時から、私の骨はあなたに数えられていた。あなたの目は私に注がれ、私のすべてはあなたの書に記されている。神よ、あなたの思いは極めがたく、あなたの計らいは限りなく、生涯私はその中に生きる。この御言葉に出会った時、心の中が大きく動いたような、ガラガラと音を立てて崩れていくような、探してもいない道に出会ったような、心にパズルがピタッと収まり、ストンと腹に収まったような、表現しがたい
命が目覚めた、そんな感覚でした。ご先祖様を大事にしている信心深い家庭で育った私は、幼い頃から目には見えないけれども神様はいると思っていました。そして私の心の中に広がっている小宇宙を照らしてくださっていたのはこの神様だった。言葉ではない確信を味わった時の始まり、原体験でした。修道院に入る前は尊敬する両親のもとでとっても仲の良い姉と共に過ごし、良き仲間、良き理解者に囲まれて幸せな毎日を過ごしていたにもかかわらず、なぜだかわかりませんが本物に出会いたいという望みがいつもあったような気がします。心の内に空洞があるような物足りなさを感じていた、そんな思いでした。ですからこの箴言139の御言葉に出会った時、誠の命の源に出会ったような魂の収まり場所を得た感覚でした。いつかある時、私は誰かに、あるいは何かに、よしと答えたのである。まさにその瞬間から生存には意味があるという確信が私の中の心に生まれた、そう語り残しているダグハマ・ショルドーの心境のようにです。ふらっと入った教会で神父様に言った一言から始まった道、偶然は何一つない、すべては必然、神の時の中で自分との出会いが神との出会いをもたらしてくれた新たな命への道でした。それでは皆様、ごきげんよう。神よ、あなたは私を心にかけ、私のすべてを知っておられる。教会の祈り。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、上村隆夫さんの元気に生きる、森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。